のナイス川柳。入社して愛想笑いも研修中、お題 TDCA、 アキソルさん。着ぐるみの僕にハグしてくる美人、お題ぶち上げ、テラリュウさん。目標が低めな高所恐怖症、お題 KPI、 カエルヤギさん。 SDGs、 持続可能な亭主校、お題 KPI、 カエルヤギさん。セクシー本妻に見つかりお焚き上げ、お題炎上、アキソルさん。俺モテる太陽光と保険屋に、お題腹落ち、島風ヒューガさん。無礼講、言われて新人出すスマホ、お題炎上、智子1967。抜け駆けのはずが誰よりリバウンド、お題ダイエット、みちみちみちちゃんさん。500円貯金の缶に書くハワイ、お題 KPI、 智子1967。花よりもお団子よりも昼の酒、お題ぶち上げ、まここちゃん。先輩の愚痴で我が身も炎症し、お題炎上、コルクさん。もう眠いからのネットはなぜ楽し、お題腹落ち、ティカラさん。ラーメンを食い終わらぬうち濃い餃子、お題 ASAP、 まここちゃん。私より名所行ってる外国人、お題名所、小すずめさん。身軽だと褒めたつもりが尻軽と、お題炎上、智子1967。CM の間に出たいお手洗い、お題 ASAP、 中村優里。映るより視線が怖いマスクなし、お題炎上、山田恭司さん。へそくりの場所は忘れぬ認知症、お題執着、ののんべえさん。二度見なきゃわからん映画2倍速、お題KPI、 高原工業校さん。給料日挨拶もなく行き去る、お題 ASAP、 梅田川太郎さん。1歳の息子もわかる強い方、お題腹落ち、健さん。昼飯は試食で済ます、さあ急げ、お題 ASAP、 繁華者さん。炎上に群がり視聴数アップ、お題炎上、ハノさん。駆け抜けてお化け屋敷の最速記録、お題 ASAP、 ハノさん。アレンジし知ったレシピの大切さ、お題腹落ち、ハノさん。行きつけのスナックだけは大スター、お題ぶち上げ、ケンさん。物言えばリターンエースで嫁の勝ち、お題リターン、ごまめさん。散歩中あの子に会うため犬を飼う、お題 TDCA、 テラリュウさん。左遷先飛ばされ訳を披露する、お題お披露目、繁華者さん。母さんはもったいない食いして太る、お題腹落ち、花うららさん。目覚ましは555で出すやる気、お題 KPI、 花うららさん。葉桜になる前に撮る新入生、お題 ASAP、 チャーリーさん。生きているというより死んでいないだけ、お題腹落ち、シャリベン太郎さん。愚痴一つ10倍返しの妻の口、お題リターン、ごまめさん。